大学で室内装飾を学び、イギリス留学を経て、帰国後、バーナード・リーチとの親書により陶芸の道に入り、図案家としての才能を生かした作品で人気を博し、1955年、色絵磁器で人間国宝に認定された富本憲吉氏。色絵磁器のみならず、白磁の名品を残された作者らしい、少し固めで輝く小引き茶碗です。見込みは土見世ではなく、茶渋と思われます。